つぶやいてくださると嬉しいです <laughs> お願いしますそんなこんなでネイルの色は未だにからし <laughs> 明日はちょっと携帯携帯じゃなくて明日はちょっとお仕事が長いのでこんばんは公演終わってから東京帰りはできるようにする <laughs> 私ができるようにするから大丈夫皆さんがちゃんと帰れるように9時 36?34 分みんなが間に合うように秋流行するかなこの色ありがとう今からちょっとルイボスティを飲もうとしたんだけどさすがにこのまま。 やると、またズボラって思われるから。ちゃんと。みんなが。帰れるようにするから、安心して。銀な色。お喋り会楽しかった、めっちゃ可愛かった、ありがと、そう。あのね、ボスだけいるい、ボスって、誰も笑わないよ、それ。 ルイ・ボスって大好きうんまあまあそうでな,なにねボスだけ <laughs> そうあの今日の今日がちょうど生誕祭の申し込み日なのでぜひ皆さんなんか来れるよって方がいらっしゃったら来れない方は仕方ないですけどまあ来れる方がいらっしゃったら来て なんか思うんだけどペットボトルのお茶よりやっぱさこういうさ紙パックの方が安いからお得「行くしかねー!」って感じです「行くしかねー!」では申し込んでみんなが来てくれるようにもう絶対私の <laughs> 私の生誕の時は多分全校周辺がもう盛り上がってるわお祭りになってる。 怒られるこんなこと言ったそう私が競った時は西荻公園と一緒なんです当たると当てて当ててください 私は今日はおしゃべり会で楽しかったほんとおしゃべり会してたらねマジで一日が秒で終わるほんとに今日はずーっとでもそのなんかおしゃべり会で今日ファンの方にすごい言われたのがその日曜日のね公演とやっぱ かぶるから倍率高い気がするなーみたいなお話いただいて確かにそうだなと思ったんだけどゆかちゃんのファンの方が言ったんだけどゆかちゃんのファンの方はまあいつかわからないけどとりあえず卒業公演が絶対まあねそれなりに遠くはない日程でやるから私も日程わかんないんだけどそれまでにとっておきたいっていうのとまりなちゃんの生誕があるから。 控える人が多いからそんな気にしなくてもいいと思うってうすごい客観的な意見をいただいて確かにと思って <laughs> 確かにと思ったからそう皆さんあのぜひあの遠慮せず申し込んでくださいそう私もそれ聞いて納得した。 まあでも皆さんがね来ていただけたらゆかちゃん推しの方が教えてくれたいやねゆかちゃんの推しの人はね多分ねそろそろね卒業公演に向けて温めておく時期だからねって冷静に教えてくれててまりなちゃんも生誕祭があるから温存すると思うなって教えてくれた。 マリナナ推しだから困ってるで <laughs> そう結構いらっしゃるんだよねマリ西西コンビ推しの方結構いらっしゃる <laughs> そう結構マリちゃんのファンの方を喋り会来てくれたりする私の感覚的に なんかまあナーピオをしてくださってる方ももちろんたくさんいらっしゃるし西西も意外といらっしゃるあと近野と私っって方も結構いらっしゃるかななんか私がその二押しパターン <laughs> もちろん中に私が一押しって方もいらっしゃる中にいらっしゃるんだけどそのそう。 意外と多いのがミハ一押し私二押しマリナ一押し私二押しチカナ一押し私二押しなんかね二押しだとねその方が多いかもつまん三押しだ言わなくていいから <laughs> ねえね修正しなくていいからそれ <laughs> ねご丁寧に三押しって言わなくていいから <laughs> ご丁寧すぎだろ <laughs> 結構いらっしゃるあとはえう、ー、しい短押しもいらっしゃるありがとう一期生の推しはな々子ちゃんだけです嬉しいありがとうあと多いのがあとはその <laughs> たまにいらっしゃるのが別に1押し2押し とかではないんだけど私のそう現場にめっちゃ来てくれるみたいな <laughs> そう一押しは絶対私じゃないんだけどおしゃべり会も毎回来てくれるしなんか舞台もそうだしいろんな現場に来てくれてる方結構いらっしゃる <laughs> そう山子一押しじゃないけどみたいなこの一押し並みに来てくれてるのに意外と聞いてみるとえ違うのみたいな <laughs> 菜々子はし普通好きだよみたいな方 <laughs> 結構いらっしゃるかもうん別に菜々子はあの一押し二押しとかじゃないんだけどもう、まあ、普通好き好きみたいな <laughs> あとそうね現場が好きって方が多いかもしれないあの今やっぱさ公園とかも当たらないとか 前までは県外の方とかが来れなかったりするじゃないですかそういう時になんかやっぱ落語とか舞台とか現場があったからその現場が好きな人は来てくれるかもそうもう実質一押しじゃんみたいなぐらい来てくれてる人が多いあとは完全にこの人はタオ私短推しなんだろうな嬉しいな て思ってる人に限っておしゃべり会他のメンバーが「まるさん」って言ってるの見て「えっえっ?」ってなることはめっちゃある <laughs> 今日もあった <laughs> この人私さん押しだろうなみたいな思ってたて言ってるんかいみたいなでもそれをその後に聞いたら別にその人も隠してるつもりはないの大体別に「うん」「な々なちゃんとな々ちゃんのとこ行った」最近ね隠してる人少ないよ <laughs> なんかちょっと前まで本当に初期の頃とかなんかと12年目3年目ぐらいの時は「いやあのあのいやじゅあのいや他の例に行ってたのも確かだけどいやでも本当に奈々子の子とか一押しえええ,えみたいな結構テンパってる方が多かったんだけど最近隠してないみんなうんあのないないちゃんないないちゃんないないちゃんのとこ行ったみたいな <laughs> もうみんな最近すごい堂々としてるからどうや 最近そういうい方が増えましたね、うん、隠してる方はねいないかもなんだかんだ配信いてくれてると言われた時う嬉しかった見てるから私私めっちゃ見てるよ言っとくけど言っとくけど言っておきますけど私結構皆さんのこと見てますよ <laughs> 見てるしただそのツイッターとかはなんかいいねすると絶対私あの 漏れがあるからそこが平等不平等が出ちゃうから「いいね」とか押さないけどめっちゃ見てます <laughs> そう見てますけど「いいね」は押さないけどね一番怖いよね「<laughs> 西方さんんとと同じスタイルマリちゃんと一緒なるよいいね」は押さないけど見てますけど。 そうないいねするのもそういいんだよハート押すのもいいんだけど私はちょっと全部そちょっと漏れたらあれなので見てますの載ってる名前とツイッターのアカウント名違うけどわかるよわかるわかる大体結構皆さんがそのレポおしゃべり会のレポとか書いてくれるから。 この人だってわかるよ怖怖いな怖いなな見てるよ <laughs> 見てるしでもそのなんだろう私は正直嫌なことを言われたとしてもああそこまで気にしない人だから余計見れるんだと思う。 あ私ツイッター鍵アカだからそれは見れん <laughs> うんでも私はノファンの人結構見,私見るけどその俗に言う「モリレポ」は見たことないかもあんまね気にしないんだよねだから みんなが駅伝の投稿に対してコメントしてくれないことも知ってるし、逆に言えば誰がコメントしてくれてる、毎日コメントしてくれてるのも知ってるし、毎回この人コメントしてくれてるなとか、あ、同じこと言ってるなとか、全部見てますから私。ふん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 。はははは。 見てまますけど私、まあそうね知らないもんね駅伝のことはね。ああこの人はちゃんとコメントしてくれてるなとか嬉しいなとかなんかこの人はいつもなんか面白いこと言ってるなとか。でも私いいねは。 あんま押さないんだよねちょっと平等不平等が出ちゃうから押さないんだよね生誕生入れて出てくださいそう駅伝系になると喜んでコメントします知ってるありがとう王さんのかけてくれたんだよなんと福島でそうあのトゥーラップスっていうそのまあ陸上の中距離の専門チームがあってあの横田もささんっていうオリンピック選手の方が あのまあ代表でやってるんですけれどもそこのトゥーラップスさんがその結構一般の方の陸上大会とかも主催開いててそれを福島でされててそこでその会場で流す流すグラウンドで流す曲を募集しますって Twitter で言ってたから「王様流してください!」って言ったら本当に流してくれたの。ありがとうございます <laughs> 優しい。 ボイスメッセージは頑張って最後まで来ました。ありがとう。じモバメコメントしませんごめんなさい。やっぱ私、その、モバメは、ツイッター始めてから圧倒的に返信の量減ったよね。それはね、すっごい私思う。本当に思うわ。 23年ぐらい前からでも初期のインスタって別にストーリーの質問機能とかあるわけじゃなかったからあれだけどメールの返信はやっぱね初期と比べたら減ったかもやっぱ Twitter の手軽だもんね でも別に登録者数が減ってるとかじゃないしちゃんと増えてってはいるんだけどモバメの返信はね昔と比べて減ったかもただみんな見てくれてることは知ってるいやーボイスメッセージそうだ1年えやばもう1年も続いてるんだ嬉しいねそんなあそっか そうだもうツイッターあーインスタじ LINE のボイスメッセージが1年も続いてる嬉うしい <laughs> そう私のモマメなんてもうもう <laughs> くだらないことしか書いてないもんなちか <laughs> なり西村軍団難しいって言われた話 <laughs> なんか あのひのちゃんがコスプレしてて「それ何のコンセプトを?」って聞いたら「男装」なんか「博士みたいですね」って,って私が「じゃちゃちゃちゃ博士だろ!」って渾身のボケをしたらもう死んで誰も誰も反応してくれなくてでもうスタッフさんが「誰か反応してあげて先輩がやってるよ」 ゆめちゃんが「ななこさんそれは博士太郎さんです!」っていうもう棒すぎる大根すぎるツッコミをしてくれて <laughs> でも力がもう難しい難しい西村軍団難しいチカナチカナチカナに難しいって言われたね渾身のボケしたのに誰もみんな普通にさもうなんかメイクとかしてて誰かツッコめ 最近そのおしゃべり会の部屋割りがなんか後輩と一緒になることが多くてでその時も私と美るだけが後輩チームに行っててなんかドーラフト生とかあとマナとかあとはマッシーひのちゃんとかだったのかな結構メンバーいたから後輩たちがいたのに。 私と美羽だけがそう後輩チームに入ったのに私がもう,今週も,うもうこの動きまでしたんだよ「ちょーちょーちょー,ちょー誰も見向きもしなかったそしたらひの,のちゃんじゃない夢ちゃんが突っ込んでくれたけどつら <laughs> いですでも部屋割りが。 毎回同期がいなくて <laughs>。渾身のボケだった。後輩たちがね、なんか、前々回のおしゃべり会も、ドラフト生プラス私で、今度一人しかいなくて。で、奈々子さんジョエマ動物園ごっこしましょうっていうもう、幼稚園児でもしない <laughs>。 ごっこを頼まれて急に連れていかれて「奈々子さんはここで立っててこうやってください!」って言われてジョエマ動物園ごっこをされたでもあの日は何かあの確かねカイリがあの落語の練習をしててその。 ゼロ号っっててていう作品をカエリがやることになってて落語でそれで私がちょっと前にやったことある作品だったからで私もやったことある役だったからあの演出家の方が西村ちゃんに「聞いといて!」みたいなことを言ったらしくてそれでマネージャーさんが時間作れるようにあの同じ部屋になったんだけど面白かった練習してる時。 <laughs> そのさ休み,の休み休憩の時にやったんだけどやっぱカイりって普段突っ込むタイプじゃないじゃん,なんかそれが難しそうだった <laughs> そうペンギンの格好でカイりがね0号で練習してたそう割とカイりは突っ込みより ボケ,じゃボケじゃないですかもうボケでもないけどまあどちらかというとボケ気質だから難しそうだったでもね私はね一つねツッコミでまあ皆さんもじゃあツッコむお芝居があったら <laughs> 参考にしてほしいんですけど <laughs> 参考にならないと思うんですけどツッコむ時は テンポを上げたらいいんです。あの、行間を詰めたらいいってことに私は気づいたので、これ、おすすめです。かぶせるように言ったらなん、なん、それっぽくなるので、私の研究結果なんですけど、ちょっと声低めに行間詰めて言えば、っぽくなるので、あの、突っ込む、 時がありましたら <laughs>、ぜひ使ってみてください。う。お願いします。うん、知ってる <laughs>。知ってたんですね。まあ、突っ込むタイミングなんかないかもしれないんですけど。 お願いしますそんなとそんなことはないと思いますけどねまあ今日もでも今日はねそんな後輩たちあ今日はレイニャーとミハと私が同じお部屋だった同じお部屋うそミハと同じお部屋だった そのマッシーがまあ今日ラジオ終わりだったんで目バッキバキだったじゃないですかだからなんかパンとか買ってこっかなって思ってパン屋さんに行ったんですよであのミハ波からこの間ちょっとジュースをもらったのでお礼にパン買おうと思ってミハと。 マッシーとあと私もお昼ご飯として買おうと思ってあともう一個あの買ったんですよまあ誰かメンバーにあげる用でいいかなと思って4つパンを買ったんですねでおしゃべり会やってる時に部屋見て気づいたのがメンバーが5人いたんですよ <laughs> あっうそ。 そう、5人か。5人いて。これあれだあ、違う、6人いたんだ。6人。メンバーが6人いて。で、私の分をあげたとしても、んそう。ダメだ。渡らないって思って。もらえない人がいるって思って。だから、こそこそ <laughs>。みんなにあげるつもりがあげれなかったから。それ私知らなくて。そう、だから、 2人マッシーとミハとあとスタッフさんにあげちゃった <laughs> 申し訳ないもうちょっと私が部屋に誰いるか確認すればよかったんだけどそんな感じです <laughs> 本当に人に物をあげるのが好きすぎて将来困りそう <laughs> スタッフさんにあげました 半分くすればよかったねでもさそのやっぱコンビニのパンとかってやっぱお手軽じゃないですかすぐ安いしすぐパッと買えるし食べやすいしみたいな美味しいしだけどさやっぱさパン屋さんのパン食べると違うなって思うよね。食パンとかさ 私は本当に世の中の食べ物の中で卵サンドがめっちゃ好きなんですよ。もう食べ物ランキングの中2番3番ぐらいで卵サンドが大好きなんですけどお母さんが作る卵サンドが大好きでなんでこんなおいしいんだろうと思ったら確かにその中の卵もおいしいんだけど。 食パンがううまいいんだわもう今の顔やばいから何この顔食パンがマジでおいしいの高いよねだから私も自分では買わないお母さんの卵サンド大好きお母さんって私はねお母さんに最悪なことをしたんです ツイッターで書いたんだけどさ通販で買い物したんですよ届いたと思ってまさかの請求書を実家に払っててお母さんから LINE で仏のような心で先ほど支払いを済ませてきました怖い恐ろしいでございます <laughs> 恐ろしいしかもさ絶対さ そのお仕事で東京に行く時全然あるからマジ次東京行く時怖いんだけど <laughs> マジでやばいその買ったものが買ったものの会社が結構私結構今までも使っている会社で。 そこで買い物する前もそこで買い物したんだけどその時は実家に届くように買ってたのだからその時は良かったの,あの舞台期間中にそれ買ったんですけどだから東京にいたし請求書が東京に来て私が払えばよかったからよかったんだけど今回は新潟に送りたくて新潟設定にしてたんだけど 請求書の変更だけしてなくてそうと届け先だけ書いちゃったのもう最悪そう例として買うものをきを渡すものねなんとなく決めたあの安眠枕かあの力が最近さあの 1>, 1, ヶ月1万円生活黄金伝説やってるじゃないですか <laughs> そうアンチカがそれをやってる映像私毎回見てるんだけどチカナがさみじん切りのさギョー作ってる映像でみじん切りチョッパーみたいなの使ったじゃんキャベツのあれ買ってあげたいって思ったでもあれ値段調べたら1,000円とかなんもうお母さんに払わせた金額に合わない <laughs> だから安眠枕と。 みじん切りチョッパーかなって思ってるんだけどマジで「力の黄金伝説」マジで見てる毎回面白いのが卵をかき混ぜるの早すぎ2倍速にしてるからなんだけどあれがもう何回見ても面白いそうしかも変にアイドル感を出してないところがいいよねその めちゃくちゃキッチンのなんなら IH の上で料理してるし <laughs> その変にインスタ映えとかをしてくほリアルな感じを出してるからいいその服かわいいこの服はマウジーですファンの方から1年前ぐらい頂いきましたそう力の黄金伝説ってほんと生活感がありすぎて好き <laughs> そうなのあとそのスープに卵入れるのとかがめっちゃリアル <laughs> あと豆苗をそのまま置いといてまた再生させるのもリアルだし変にそのなんかエプロン着て「今日はなんとかの料理をします!」 今日は時間があったので野菜をハート型に切りましたとかそういうのがないから好きなの本当に普段から料理してるこのあの映像でいいよねオリーブオイルみたいな <laughs> オリーブオイルは 2m 上からみたいなそんな感じがないからいい本当ガチの血かなって感じすごい猿が。 いたありがとう <laughs> 参考になりますありがとうありがとう <laughs> 待て待て <laughs> 参考になります地下なのが参考になるったのに無意識で私ありがとうって言っちゃった私がやってるみたいになっちゃったごめんなさい参考になりますっていうコメントに <laughs> 私がやってるみたいな何もやってないのにもう無意識職業職,職業病本ととりあえずありがとうって言っちゃ <laughs> 全然 <laughs> ごめんなさい <laughs> 私何も役に立ってないのに <laughs> 何参考にするんだよって感じだよね <laughs> ごめんなさい <laughs> そういうとこある <laughs> すいませんち <laughs> かなちゃんのが参考になったんだよね <laughs> ありがとうありがとう <laughs> みフちゃん 何さああの西村軍団難しいって言われちゃったからてかリアルなこと言うとそのパン買ったって言ったじゃないですか実はそのアンチカ先生が黄金伝説やってるからその1個はチカナにあげようって思ってたのそうなんだけどいなかったアンチカ私の部屋に悲しい ささんあん,ちかさん今日いなかったこの間は一緒にいたんだけどな手際がいいねみじん切りチョッパー欲しいでもみじん切りチョッパーってそのすごい便利だけどあれさ洗うのって 大変だよ、ね、私だからあんまああいうのさ使わないんだよねそのああいうのがあったらすごい便利だなって思うけど絶対さ洗うのが面倒じゃんアンミーカに聞こえた <laughs> アンチカ先生の名前の由来は「水鏡落語」の演出家さんがお力のことをあのすごいこの子その 度胸あるねっていう話何もこう「あどうしよう緊張する」とか言ってる割に本番になるのもだからもう稽古の時から「どうや」って感じだったからそっから初心者とは思えない <laughs> その気持ちの強さメンタルの強さでアンチカ先生ねえこうサイリームのさすごいかわいい何その ギフトすご,い,、ね、<laughs> すごい。ニックネームようニックネームついて通うか考えてるしえー、でも私が今まで、まあ、NGT メンバーで一番いいニックネームだなって思ったのは「みーズン先生」「ありがとうサイリームのギフト」かわいい。 ミーズン先生ってさもうキャラが一発でわかるじゃん一見えなんで先生なんだろうってなってあこの子は保育士の資格を取ってるからなんだっていうそのニックネームが一発ニックネームでキャラがわかるってすごいなってなかなかないじゃないですかミーズン先生ってすごいいいアイドルには完璧なニックネームだなって今になって思いますね そう先生は強いよこっちから水やってきてみんなで呼びました先生いやひこちゃん確かにあと個人的にすごくもうね私がもう一回アイドルをやり直すのであったら。 変えたいニックネームはまあ何かわかんないけどその私がねアイドル活動やってちょっと反省したのはいいなって思うのは外の現場とかまあ、テレビもそうだけど行った時にやっぱ呼びやすいニックネームがある子ってすごい強いことに気づいておぎゆかかかかととみなな気軽に呼べるじゃないですかそれってすごい番組の雰囲気を良くするというか親しみやすくなるんですよ。 私は例えばナダ子とかだと男性の方ってナダコって言いにくいじゃないですかその例えばなんだろう呼び捨ててしにくいじゃないですかファンの方は全然そういう呼びやすいと思うんだけど呼び捨てのアイドルってやっぱ気を 番組内で呼び方が困って結局名字で呼ばれるっていうことがあるからそうそうあと「ちゃん」付けとかもねそうそのやっぱ初見の共演者の方が突然「そうなんとかちゃん」みたいなあんま言いにくいみたいなところがあるからそう その荻ゆかかとみなとかニックネーム感がめちゃくちゃある名前はアイドルではすごい大事だなそうキャッチーなってことでもねそれはすごい思うんだ私がアイドルのを育てることになったら絶対それ言うわ <laughs> そうキャッチーな相性西七 <laughs> 西七 子ちゃんって呼ばれるの嬉しい,いそれはあるね本当に。とかあと何だろうねだって私が最近気づいたことがあって今テレビでタレントさんとして活動され,されている方ってやっぱお茶の間でね親し,、ま、親しみがある方 やっぱそういう活躍されてる方ってみんなニックネームがあることに気づいたの指原さん「さっし」って呼ばれてるじゃないですか藤田ニコルちゃん「ニコルン」池田美優さん「みちょぱさん」めるるさんとかねこうほ結構その活躍されている女性タレントさんってニックネーム親しみやすいニックネームありきだなあることが多いなってことに気づいた さん大好きしかもさねニコルン分なるんみちょぱさん年下なんだけど一個下したあんな貫禄あるのすごいよね私藤田ニコルさんと同い年なんですよだけど本当にみちょぱさん一個下したって聞いた時衝撃受けた大人っぽいみたい めるるさん大好きなんだけどめっちゃ年下めっちゃでもないけど多分2つにつって年下なんだよねそれは思うわ結構ねめるるちゃんかわいいよねほんとめるるちゃんかわいいやだめるるちゃん19歳なのいや5個も下なの めるるさん大好きなんだプロデュースできないよ私なんかが私はでもそうあの、まあ、私結構やりたいことがたくさんある人間なんだけどあの スクランブルエッグ編集長のもうツイッターあの方のツイッターを見れば大体の情報が入るっていうぐらい有名なスクランブルエッグ編集長さんがさツイッターでこの間で今日さっき東京パフォーマンスドールのことを話されてて東京パフォーマンスドールっていうあのアイドルグループがいてそのグループが解散するのかな で実はその中の一人の脇あかりちゃんって子が私実は高校の同級生なんですよであかりがめっちゃいい子エピソードを変身したんですよそうあの岡田さんがスクランブルエッグ編集長のそう「TPDTPDTPD」ってコメント来たそうあかりと脇脇あかりあかりとそうあかりのことについて変身したら まあ、あかりさんいい人ですよねみたいな返信が来て私がねやりたいなって思ったことは同級生の今アイドルやってる子たちの座談,座談会がやりたい <laughs> 具体的にどこまでいっていいのかわからないから、まあ、東京女子優の庄司めいとかはもう。 全然みんな知ってると思うけど他にもたくさん実はいらっしゃるからまあアイドルだけじゃなく今だモデルさんとかもいたりとかまあ役者として活動してる方もいるからなんか座談会やりたい <laughs> 正直その,その AKB の村山優里ちゃんとか咲ちゃんとか。 いるけど、さきちゃんとかゆういりちゃんは通信制だったから、実は私、本当に関わったのが最後の半年だけなんです。本当に何回か学校も多分3、4回しか一緒に行ってなくて。私、基本的に全日制にいたので、それまでは。全日の友達とかは、本当に毎日学校一緒にいた。普通に学校生活を送ってたわけだから、やっぱ通信制って特殊じゃないですか。自分が来れるタイミングで学校来てみたいな。 ちちゃんとかゆうりちゃんんととかかも卒業式とかは確かに一緒に出たけど毎日学校一緒に行ってたわけじゃないから多分実際学校一緒だったのはほんと3日とか3回ぐらいしか一緒に多分行ってないんですよね運動会とあの調理実習と <laughs> 最後の授業ぐらいだからそう時間重ならないことも全然あったから。 あの通信とかじゃなく前日の時に一緒だった子それがその脇あかりちゃんとか東京女子流の庄司芽いちゃんとかなんですけど他にもたくさん、ね、いるからその子たちと、まあ、公表できる子であれば一緒になんか座談会したい楽しかった運動会全然楽しくなかった私は。 あそういうのやりたいやってくれないかな <laughs> びっくりする人いっぱいいると思うえこのと同じ学年だったのみたいなそういうのやりたいけどなかなかできるわけじゃないけど 雨になっって欲しかった運動家本当に雨になってほしかった。というか私は通信制に移動した一発目の授業が体育祭だったが嫌だったの誰も知らないんだけどみたいな <laughs> 自分が何組かも正直あんまよく <laughs> 理解してないまま <laughs> そう。

あ私はどこ誰についていけば「うい,おいってなってる時にそうさきちゃんがね同じチームに入れてくれたの <laughs> 懐かしいで地獄ですよ2回目がなんと調理実習 <laughs> 通信制に移籍して2回目調理実習 <laughs> もうあれ今日調理実習担任の先生は誰ですみたいな感じで。 体育祭を行ったやったね1か月後2か月後ぐらいにまたね授業調理実習の授業があって「<laughs> あれあれ私はあれおい!」って感じ <laughs> で,うでどうしようってしかも最悪なのがさその調理実習普通電池製の調理実習だったらある程度学校の何席とかであの。 グループをね別れだれさせられることが多いんだけど通信制ってさその自分の席とかないわけですよとりあえずもう登校日数が少ないからもう大学みたいな感じで教室入ったら空いてる席に座るっていうシステムだったから席とかがないし自分が誰の隣に行くとかないからさとりあえずその 黒板に書いてあったのが「今日は調理実習のため」「あの4人グループ」「5人グループかな?」「5人グループを作って調理してください」みたいな <laughs> で。で何時に「あの調理なんか料理室」「調理室集合」みたいな書かれてあってこれ終わったなって思ったのこれ無理じゃん誰とグループ組めばいいんだよ だから担任の先生誰だよ <laughs> って思ってて <laughs> そうどうしたらいいのだ <laughs> よ一人途方に暮れていったら AKB の北さ咲ちゃんが私に声をかけてくれてああ咲ちゃんは女神ですう,うん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 本当に咲ちゃん さきちゃんとゆいりちゃんが来てくれて <laughs> <laughs> ありがとうございます大天使懐かしいそれで調理してでも何作ったかも覚えてない <laughs> 何作ったんだろう忘れちゃった作ってくれそして何作ったか忘れちゃったけど。 でそれであともう一回ぐらい確か授業があって <laughs> その後でもその日は普通にあの通信の国語の授業とか社会英語とかはもう何の科目か忘れちゃったけどその後普通の授業があってその次の学校はねで その次が卒業式でした <laughs>。まあそのシンプルに私は3年生の2学1学期までは普通に皆勤賞でほぼ学校に行ってたから単位はめっちゃあったの全日だったしねだからその正直通信制でたあの必要な単位を全日制の段階である程度積んでたからそんなに学校に行かなくても人よりは単位はもともとあったんですよ 毎日行ってたからね3年生の時にそうだから <laughs> あの2学期から通信制だったんだけど別にそんなに頑張らなくて行かなくてもよくてそうある程度ほんと必要最低限だけ行ったら3回でした確か。あ え待って一回文化祭出たわ確かそう文化祭行ったあのねそうだ体育祭調理体育祭調理実習文化祭授業卒業式だった文化祭は本当は行きたくないなって思ってたのだけど文化祭行ったらなんと 総合の時間っていう単位が4つも取れるんですよ <laughs> 通信性あるある体育の体育祭に出たら体育のあのー、単位が4つ取れるみたいな <laughs> そうなイベント系はお強いからそうなんですよ文化祭に出たんですよ私大サービス <laughs> でもすっごい覚えてるのが文化祭の前日にね NGT のその一期生の研究生と正規メンバーに分かれた発表があった日なのだからメンタルずだぼろでもうこんな感じなの。でも私明日 学校行かないと私あ私留年しちゃうのかなみたいな感じで今行かなきゃいけないってなってでまあ行ったんですよでもそのことはもう前々からスタッフさんに言ってたしスタッフさんも学校行ってきなって言われて私東京だったから東京にの学校に行ってきたんですけど そこの日、私が文化祭出てる日新潟ではレッスンがあったんですもうそのパーティー公演に向けたレッスンが始まっててで私はそれで行かなかったんですよ文化祭出てたからねでスタッフさんは知ってるけど他のメンバーたちは私がいないってなって <laughs> もうショックを受けすぎてあのいなくなってるって 結構レッスン来なかったんだって思ってた子がいたみたいで <laughs> そうだから他のメンバーたちはあ々子ちゃんな子もうやめるのかなって <laughs> 思ってた子が結構いたらしい <laughs> そう普通に私は割とその日は次の日はやっぱ文化祭は楽しいから割ともはや元気に文化祭出てたんだけど <laughs> で、その文化祭出て次の日は普通に新潟行ってレッスン出たら「あ奈良子来てよかった」って言われたミラーボールありがとうございます <laughs> <laughs> そう、だからそう北原さんと柏木さんが残った日私いないからそれ本当にそのエピソードあんまわからないんだよね。 りえさんは確かどうしてもお仕事の都合で次の日東京に帰らなきゃいけなくてゆきりんさんはお仕事がないからお,あお,しそ,んお仕事その日はなくて確か次の日はだからあ,あったのかなお仕事があったんだけど夕方からとか夜からだったからメンバーのレッスン間に合うみたいないける参加できるかもってなってわざわざ。 そう残れそうだったスケジュールがあってゆきりんさんが来てくれたんだよねそうそうでも私その時のゆきりんさんやっぱ本当に素敵な方だなって思ったんだけどやっぱその場にいなかったから <laughs> あんまそれわからないんだよね本当に子さんの方が知る知る人ぞ知るお話うんと いすごいたまにさギフトでさ「綺麗だよ」っていうギフトがくるんだけど <laughs> 面白い一緒綺麗だよ」23回あったありがとう綺麗だよギフト <laughs> ありがとうございます私はその次の日に普通にレッスンに参加しました懐かしいな文化祭出て,て。 調理実習やって綺麗だよありがとう綺麗だよ綺麗だよありがとう綺麗だよ <laughs> みんなそんな綺麗だよ <laughs> ありがとうそれが終わって無事に卒業しました高校を懐かしいななんかさ 私あの予備校通ってたの予備校塾通ってたんですよのほんにギリギリまででもさ <laughs> 綺麗だよ綺麗め待って綺麗だよラッシュありがとう <laughs> 綺麗だよラッシュありがとう予備校通ってて塾通ってる時にねあの NGT 受かった日にそれが7月26でしたっけ 25でしたっけあの、まあ、7月に受かった後、まあ普通に私は東京に住んでたからその日新潟から東京に帰ったわけですよで私はもうテンションが上がって塾に駆け込んだの「だだだだだだだ受かりました!」って言ったから塾の受付の人はなんか私が高校なんか推薦かなんかで受かったと思ったらしくて「えおめでとうどこの高校?」って言われたらめっちゃ覚えてる。<laughs> そりゃそうだよね塾でさ「受かりました」なんて言ったらさどこの高校ってなるよねずっと受験ずっとセンター試験に向けて勉強したわけだからさ <laughs> めっちゃ嫌な人だった私「<laughs> えおめでとう!」って言われて「どこどこ?」って言われたの <laughs> 懐かしい受かりましたさすがにそうだよね塾に塾に行って受かりましたって言ったら それは学校かと思われるわ <laughs> どこ代どこ代に受かったのってめっちゃ言われた懐かしい <laughs> 何の勉強してたの案件そうなので夏季講習とかってまあもう始ま私が新潟に行くのが8月8日だったから その、まあ、1週間2週間ぐらいは夏季講習参加しないといけなくてもうお金払ってたからお母さんに夏季講習行ってきてって言われて <laughs> そう懐かしい響きでしょ夏季講習ああ行かないとなーって思ってでもその時サイン考えてた <laughs> 私はずっと授業中もちろんなんか歴史とか勉強してるんだけどサインかいサいンサインどうしようかな」<laughs> 懐かしい <laughs> そう超のんき「私はこれからアイドルだサインどうしようかな」そうで今の今使ってるサインとかを使ったあとあとなんだっけな あ,とね、あのその時に私って特技何にしようとか思ってて <laughs> めちゃのんきでしょだどうせやっぱアイドルだから特技必要だなって思っててあっ待ってで,そでやっぱさ夏き講習はさもう壁とかにどこどこ大学青山学院大学とか筑波大学とかいろんな大学名があるからん 待ってよ私は箱根駅伝の歴代優勝校が言えるって思って <laughs>、ね、塾の授業中にずっと第1回筑波大学とか自分がどこまであの書けるかどうか歴代優勝校をそれずっとやってた <laughs> 今だから言える話本当に。それに6年後生かされましたニ個生さんで。 めっちゃ懐かしいわそう本当に心ここ心,心ここにあらずの授業の受け方をしていました <laughs> 塾の意味本当にだってそりゃさ受かった次の日次の次の日とかですよの夏期講習だって集中できるわけないじゃん <laughs> 一応その参考書とか確かねその時ね 日本史とかだった気が英語か日本史だったんだけど1第1項目んとか大学2んとか3んとかって書いてた浮かれモード懐かしすぎるしかもそのえっ、ー、とね8月の十何日とかにあの模擬試験がある予定だったんですよ だから私はもうその模擬試験受けないから NGT 入ってる新潟行ってるからえじゃあ私は模擬試験受けないから勉強しなくてもいいし <laughs> もう本当にごめんなさいなんだけどなんなら7月の6月の模擬試験私なんか結構成績良かったしそんなやらなくてもって思ってたの。 人生で一番勉強してたのは5月6月です高校3年生のドラフトに落ちたから5月の時にもうドラフト落ちた直後ってメンタルがやっぱおかしいんですよねなんかあの本当に気を引き締めてないと泣いいちゃうぐらいのメンタル状態だったのだから勉強してたら気が紛れるじゃないですかだからね本当狂ったように勉強 狂っったたように漢文やってた <laughs> めっちゃ漢文勉強しててなんで漢文なのって感じだけど苦手だったから苦手な科目めっちゃやってたのそしたら6月の模擬試験めっちゃ成績良くて学校から太鼓判をされて君に期待するとか言われててでもいなくなっちゃった私 <laughs> 裏切っちゃった ドラフトに行せそうでもねめっちゃ覚えてるのがやっぱそのドラフト候補生も候補生の段階でも割とまあ連絡先交換とかしてて <coughs> その時にさあの落ちた直後ねアイナちゃん のの一言メッセージみたいいなあるじゃないですかプロフィールみたいなところのそこがアイナちゃんが「れいなと一緒に頑張る」みたいなことを書いてあってでれナちゃんも LINE のプロフィールに「アイナと一緒に頑張る」って言ってたからあこの2人はきっと NGT 受けるんだろうなって思っててなんか一緒になんかアイドルなるみたいなコメントをしてたからあの一言書いてあったから。でもその時さー あの誰がドラフト候補生の誰がさ NGT のオーディションに受けるかって全く分からなかったのだから誰がね出るかとか結構気になってたねそしたら意外とねみんなね NGT のオーディション受けててびっくりしたでもさなんか最近思うのがさそこから似合いにャーニャあったんですよ まあ、もちろん新潟にゆかりのある子もいるだろうけど私とか正直あんまないわけですよほんと長野に住んでた頃海行ったぐらい <laughs> あんま新潟も行ったことなかったしでもアイナちゃんとかリナちゃんもきっとゆかりがあるわけじゃないじゃないですかそれなのにもう若き10代の娘を親は 一人暮らしとかねこう、まあ、送り出すすわけじゃないですかめちゃくちゃいい親御さんだな自分の親も含めて,てすごい今になって気づくよねこう自分が24とかになってだってアイドルで成功するかもどうかわからないしどうなるかもわからないし。 一期生だからよくわからないしで,でも芸能界のことなんて親はわからないしさで学生の娘を送り出すわけじゃないですか親御さんが芸能界にいらっしゃる方だったらまだわかるけど大体の方がやっぱわからないからさそういうゆ娘の夢をね応援するのは いいいって言うかもしれないけどやっぱ親からすると私は娘まず今自分に娘いるみたいな,なんか言い方になっちゃったけど <laughs> 私はもし娘がいたら考えちゃうかも。あアイドル一人でやりに行くの自分がアイドルのアイドルをそうね考えちゃうかも。 <laughs> なんか私は娘にって今言おうとしちゃったけど <laughs> よくよく考えたし娘いなかったです娘 <laughs> すい,いなかったんですけどすごいなってほんとやっぱ決して普通の生活じゃないわけだしで一番新潟で不安なのはさやっぱその例えば 娘がその地元とかかで活躍活動動ししててたらどんな活動してるかっで分か,るじゃないですか今このテレビ出てるんだなとかこの CM やってるんだなとかこのラジオやってるんだなとかここのなんか企業さんのポスターやってるんだなとか分かるけど県外にいたら1人で送り出してるのも不安なのに娘が新潟で 新潟の町でどんな活動をしてるのかっていうのがもう分かりにくいじゃないですかもちろんめちゃくちゃ頻繁に調べてたりねパソコンとかでね調べてたりしたら別だけど今日劇場公演があるとか今日何々があるとか分からないから娘が何してるか分からないからこそ不安になっちゃうよねそうそう だから私東京にお仕事で行ってる時とかはお母さんにめっちゃ「今日は何する?」って言うようにしてる「今日は富士山女子駅伝の番組の収録があるんだ」とか「今日は握手会」とか「<laughs> 今日は握手会に何部を握手してくる」とか <laughs> なるべく東京にいる時はお仕事のこと全,全部言うようにしてるでもその 例えば「アットジャム」とか「ティフ」って言ってもお母さんがそれと「ん?」って感じなんですよ。<laughs> ああとあ「ジャムジャムジャム?ジャム」みたいな「パン?」みたいな <laughs> そう「アットジャム」とか「ティフ」とかその私たちとかファンの方だったら絶対一発で分かる名前もお母さんは分からないから「そうん?」ってなっちゃうからあのもうあの。 アットジャムという名のフェスって <laughs> そうってフうようにしてる <laughs> フェスフてフうとさやっぱあれフフフどフどこでフェスなんですって <laughs> 言うようにしてるけフ なかなかねイベントをどう説明するかはねいつも考えてるかもそうねあといまだにおしゃべり会とかもさやっぱ握手会はそのなんだっけパシフィコとか 幕張でやるっていうのがもうお母さん大体分かってきたの。今日はパシフィコク横浜で握手会ですとか私が言ってたから。関東いる時に。でも、あの、東京にいる時、おしゃべり会も東京でやったことがあったんだけど、あの、舞台稽古期間とかね。今日はおしゃべり会ですでってとお母さんにいつも、え幕張って言われる。もう100%言われるから <laughs>。やっぱお母さんはさ、やっぱ、あの、 アイドルを知らない方になんかお仕事を説明するのが難しい <laughs>。本当に。そう。あとおしゃべり会の説明とかも難しい。だからオンラインでお話しっていう <laughs>。テレビ電話って言ってる <laughs>？ファンの方とテレビ電話してくる。お母さんって言ってる <laughs>？難しいんですよ。 まあね、番組とかは言いやすいねあとお母さんが一番喜ぶのは取材で誰々選手とお話ししてきたよこれが一番喜ぶ <laughs> 今日は取材で神野大地選手とご一緒したよお母さんが一番喜ぶ今日は取材で立澤選手とご一緒したの今日はあの打ち合わせで 佐藤は選手と一緒だったお母さんが一番沸いた案件<笑><笑>神野選手と一緒だったのみたいなサインサインってな感じですでもそのすごいなって思ったのが「月陸」さんの企画でその立澤亮次選手と対談したことがあったんですけど すごい立選手めちゃくちゃ律儀な方でそのすごいプレゼントを渡してくださったんですよ。DNA あの D 所属なんですけど DNA の立澤選手のなんかマグカップと立澤選手の,しあの色紙のサインとか,なんかいろんなものをくださってお母さんはいっつもね陸上選手と仕事した時はサインもらってくるのって言われててでもそんなことできるわけないじゃん。 立沢選手は自ら準備してくださってるお母さん大喜び <laughs> 大喜びでしたありがたい本当そう本当に配慮がすばらしい方でいつもあの佐藤成葉ちゃんとかと写真撮った時も <laughs>「成はちゃんと写真撮ったの?」って言われる。 親孝行本当でもねその親孝行私のお母さんはその番組とか私がねテレビとか出るってなったらすごい喜んでくれるんだけどその報告した時が一番テンション高くて別にそこから先はテンションそんな高くないの私が例えばなんとかの番組 出るんだって言ったらここーいピクで実際その私の家のテレビはそのどこもそうかもしれないけど見たらその見てないやつはその見てない表示があるの「まだこの番組一回も見てませんよ」っていう表示がなんかマークみたいなのがあるんですよ。 なんか私がこの間この間というかちょっと前に結構出たテレビがあってお母さんなんかそのテレビ見たらそれ見てないんですよねなんか封開けてない状態みたいな録層録画なんだけど録画はされてるけど見てないみたいそうニューなのニューもう1年前とかなのに <laughs> 見てないじゃんみたいな私のお母さんは報告した時が一番 テンンションが高い別に見ようとは思ってないの <laughs> そうなのそう未読みたいな感じでそうでも私のお父さんはしょうがなく見てくれてる <laughs> 実はね家族の話もお父さん来てくれたんですよ実は <laughs> お父さんねもう舞台ほんと行きたくない ななこちゃんが失敗するのが見たくないもう失敗する前提で「私がななこちゃんが失敗したらかわいそうでかわいそうで見てられないよ」で毎回舞台はもう絶対来ないのだけどお父さんの仕事の,その,まああの同僚の方が「ちょっとお芝居見たいです」「家族の話見に行きたいです」って。 行ったらしくてで仕方なく仕方なく来てくれたほ <laughs> んは行きたくないんだけどみたいな <laughs> みたいな来てくれましたあとはまああのず,ずっとお父さん最初行かないごめんね なちゃんごめんねちょうど今回お父さんは行きませんって連絡が来てたのその <laughs> でもそう会社の人でもその本当に本番始まる3日前ぐらいに「会社の同僚の方が行きたいと言っていますお父さんをちょっと考えてみます」って言われて「<laughs> 行けよ」って感じなんだけどそう長野ですそう長野。 ちょっと会社の同僚が行きたいって言い始めたんでちょっとこれから考えます行くかもしれませんって言われてで結局本当に来ることになって長野公園来てくれました、まあ、長野に住んでるからねそうでもやっぱさ不思議とさこうやっぱ見聞あの、えっと、県,県民文化会館北斗文化ホールは まあ広いわけでですよで舞台って正直誰がどこにいるかっていうのがまあ分かりにくいんですねやっぱアイドルのステージとは違ってでも不思議とやっぱさ「お父さん」って分かっちゃうんですよ「あいる」って思ってであの「アフタートーク」帰りました <laughs>」 なんかあのアフタートークもいればいいのに帰っちゃった <laughs> でなんで帰ったのって言ったら「いやもう我慢できなくなった」って <laughs> このあと奈々ちゃんが喋りに来ると思うともう我慢できなくなった <laughs> お父さん帰りました <laughs> おもろ <laughs> でいてもたってもいられなくなって帰っちゃった面白いでしょ私のお父さん 途中で帰りました <laughs> でもいつもそうなんですよ。その私がお父さんに「お芝居見に来る?」って毎回聞くんですよ。であの私が「いや来てほしいけど別にどっちでもいいよお父さんがスケジュール的に来れるんだったらまあ来てほしいな」って言ったら。 お母さんと話し合ってみます絶対連絡返信が来るの。でお母さんにお父さんがその舞台行った方がいいかなっていうわけですそしたらお母さんが「いや行きなよ」って言うわけですよ。でお父さんから「なな子ちゃんがどうしても見てほしい」というのであれば行きます。 って言われて <laughs> そんなさどうしてもってわけじゃないわけですよこちらからしますと <laughs> ぶっちゃけ来てほしいけどななこちゃんがもうどうしてもどうしても来てほしいんだったら行きますけどみたいなこと言われてもう嫌々これねお父さんが強がってるだけって思うじゃん本気で嫌々なんですよもう。 そうこれがさ本当にねそう照れやとか恥ずかしいとかじゃないのほんガチなんですよ <laughs> そうなの昔からそうなんだけどでその最初なんでその くるみやまびこっていう長野で私がすごく好きなお土産があってそれをキャストの方に食べてほしいなと思ったんだけど私が買える時間がなかったからぶっちゃけそれを届けにに来来てててししくてお父さんに来て欲しかったのだから私はお父さんに「くるみやまびこ買ってきてほしいからそれ届けてほしいから舞台来てほしいです」って言ったの。 したらですよ私のお父さんこれでもしね本当に照れて本当に本当は舞台行きたいのに照れてるんだったら分かったじゃあ舞台行くねってなるじゃないですかなんとびっくり私のお父さんからの返信じゃあななこちゃんが宿泊するホテルにくるみやまびこ置いておきますって言われて <laughs> 本当にこの人来たくないんだなって思っちゃった。 <laughs> そうあの置いておくそ,のそしたらホテルに私が泊まるからそしたらホテルのフロントに預けておけば舞台はね見にお父さんが見に行かなくてもクルミやまべコを私に届けることはできるじゃないですか, <laughs> <laughs> そうだから。えって思って「分かりました」って言って私はもうだからクルミヤべベこをどこどこホテルに預けといてく <laughs> でも本番3日前に同僚が行きたいと思ってるんですって連絡が来て来ることになったんだけどそうなので本当にホテルのフロントに「西村様でしょうか?」って言われて渡された <laughs> そういつもそう 水落語も見に来てくれた理由はもともと実は水落語っっててお母さんんが来てくれる予定だったんですでもお母さんが東京に住んでるんですけど東京からはちょっとその時やっぱ5月コロナがすごかったからちょっと行くのなってお母さんがちょっとやめたわけですよ。でだからお父さんがもうで <laughs> きて来てくれた <laughs>。 <laughs> そうだ <laughs> お父さん長野に住んでるからコロナとかもあんま気にしなくても来れるじゃないですかリスクがひ低いからお母さんに頼まれて来てくれたって感じですあと一番最初のそう優しい松代さんに止めてあげないそうピンチヒッターその通りでもう一個 あの最初の大町でやった舞台の家族の話それはその今回は長野駅の周辺だったから別に車とかいなくても行けたんだけどどうしても前回の舞台は車が必須なわけですよだからねそのでお母さんが見に行きたいって言ってて であとうちのあお父さんのお兄さん夫婦私の、まあ、おじちゃんおばちゃんも来たいって言ってたから家族みんなで来てくれるのかなと思ってでお父さんが運転私のお父さんが運転してたわけですよ大町までねあのおじちゃんおばちゃんを拾って大町まで送ってお父さん見に来るのかなって思ったらお父さんは車の中にいたの。<laughs> 行きたくない <laughs> そんなの行きたくないって言って <laughs> 運転しただけも息詰まっちゃうからお父さん来なかったでおじちゃんが「いやなんで行かないんだよ」って言ったらしいの <laughs> だからおじちゃんすごい優しいから「いやいや俺じゃなくてその。 俺の券あげるよって言っておじちゃんがねその譲ろうとしたの「いや俺が行くんじゃなくてあんたが行くべきだよ」って「俺よりあんたが行くべきだ」っておじちゃんがごもっともなことを言ったわけですよでもおじちゃんにチケットを譲られそうになって「いや大丈夫本当に大丈夫だから本当に大丈夫」って言って <laughs> 本当お父さん来なかったの <laughs> そうおじちゃんはこの来てくれおじちゃんは来てくれたんだけど でそれでその後おじいちゃんはあ、お父さんは舞台が終わった家族たちを引き連れておじいちゃんとおばあちゃんを家に送って帰ってたでもさ昔のね私クラシックバレエとか習ったんだけどバレエの時からそうだったの生ものを見るのが本当に苦手みたいでその それこそまじムリ学園とかあのドラマとか見てくれるんですけど生もので私が失敗しちゃう可能性があるものは絶対見ないよね面白いでしょ <laughs> そんなこんなでちょっともう時間が <laughs> いい時間になってしまったので <laughs> 終わりにしようと思いますこんなに話しちゃった とととといいいいうことでちょっとねランキンキグ読みたいと思いますごめんなさい13位サイクロンジョーカーさんありがとうございます。12位アチューさんありがとうございます。11位アキヒロアットワンタンさんありがとうございます。10位ディーヤマさんありがとうございます。9位安い子アットグレタマー。

7位、D 山さん、ありがとうございます。6位、サイクロンジョーカーさん、ありがとうございます。5位、イチクンさん、ありがとうございます。4位、3日連続とか聞いてないさん、ありがとうございます。3位、佐々木さん、ありがとうございます。2位、セナさん、ありがとうございます。1位、ユートアットワンタンさん、ありがとうございます。 今日も話が面白かったです。そんな面白い話じゃないんですけども <laughs>。今日もちょっと長くなっちゃったんですけれども。配信見てくれてありがとうございました。また次の配信も見てください。ねえ、生誕祭みんなが来てくれてると嬉しいな。配信ありがとう。楽しかったです。お疲れ様。わあ、ありがとう。パチパチパチ。ありがとうございます。みんなありがとう。ということでみんなおやすみ。またねー。バイバーイ。